全国の高校野球ファンの方、そしてプロ野球ファンの方、おはようございます。ここは JR 東京駅です。今回なんですけれども、今から甲子園球場に行きたいと思います。本日は3月の31日2023年なんですが、本日甲子園球場では春の選抜高校野球準決勝が行われます。果たしてどのチームが決勝に行くのか楽しみでなりません。ということで、今回は甲子園球場への行き方をご紹介していきたいと思います。よろしくお願いいたします。ということで、丸の内北口、たった今切符を購入してまいりました。今回は東京から新大阪まで新幹線で行って、それから新大阪から在来線に乗り換えて大阪に行くという方法です。で、新幹線で行く場合はいろんな安い方法あるんですけど、プラットこだまで安く行ったりとか、あとは EX 予約で、2、3週間くらい前に予約すればグリーン車はもうちょっと安いのかなというところなんですけども、ただ EX 予約で予約すると東京から新大阪までしか買えないんですよ。普通にこのように切符を購入する場合、大阪市内どこでも降りられるんですけど、 EX 予約の場合は新大阪でしか降りれません。なので、新大阪から大阪までの切符を新たに買わないといけないということになるので、今回は普通に買いました。ちなみに新幹線に乗る場合も同様、今回は東京駅から乗りましたが、東京都内どこからでも乗ることができるので、ここに関しても普通に切符を買った方が多分安いんじゃないかなと思うんですよね。自由席なのでどこの列車に座っても大丈夫。結構今日はですね、指定席混んでたんですね、 EX 予約で確認したら。なので自由席ちょっと待ってでもね、座った方がいいですよ。まあ、どれでも行けるんでね、新大阪だったら。3号車、2号車はそこそこ埋まっているんですが、おそらくこの1号車はガラガラだと思います。あ、全然座れるね。まだね、発車3分前なんですけどね、走って乗り込む人がいるんですよね。なんでなんですかね、まだ3分もある。普通の電車でもね、待ってまだ電車来ない状態ですよ。やっぱりね、始発駅で停車すると早く乗らなきゃっていう心境になるんですかね。なのでみんな階段が近い3号車から入っていきます。なので1号車いつも空いてるんですね。 N700S なので座席がめちゃめちゃ倒れます。こんな倒れるんですよ、すごいですよね。コンセントもですね、この座席を倒すレバーの下にここにあるので、もうみんな充電しようだ。あの、ね、こっちにもあるんですよ、ここで。隣のシートにも全てついてるのでいいですね。 N700S すごい快適な車両が生まれてしまいました。それでは今から2時間半とかからずに新大阪まで向かいたいと思います。アンビシャスジャパンの車内チャイムも聞き納めですよね。甲子園到着前に座席を確保しておくんですが、これチケット、甲子園 QR チケットストアというところで買います。今日はですね、この一塁側の指定席中段を取りたいと思います。間違えた。これですね。これで、座席を枚数1枚にして、子供で選んでた1枚にして、座席がですね、5段の25番というところにありました。チケット3400円。これで購入しましょう。これでね、個人情報を入力して完了ですよ。で、チケットの購入完了したんですが、で、購入したらですね、この予約したチケットを見るというところで、このチケット発券用 QR を表示と、これを表示するとチケットの QR コードが出ますので、甲子園球場に着いたらチケットを発券しましょう。ちなみに今回行った高知県でのチケット購入手順は阪神戦でも同様ですね。ちなみに高知県で大阪ドームでの試合を買うことはできませんよ。ご注意ください。
Слушай, ты сейчас это билет покидаю. Билет покидаю.前に東京駅を出たのでだいぶ早く大阪駅に到着しましたね。違いますね、新大阪駅に到着しました。のぞみ7号は引き続き博多まで向かいます。名古屋から先はほぼ自由席も満席でした。現在も立ち客がいる程度には混んでますね。大阪に行くには7番線、8番線ですね。東海道本線です。ということで、じゃあ大阪駅に行く列車に乗ります。ということで、大阪駅に到着しました。大阪駅から甲子園までは、阪神電車に乗り換えです。で、今ですね、大阪市内どこで降りても、フリーの乗車券を持っていますので、運賃を節約したいんだったら、野田駅まで行って、野田阪神で阪神電車に乗り換えたら30円お買い得です。僕はめんどくさいので、大阪梅田駅から阪神電車に乗りたいと思います。ということで、大阪駅の桜橋口に出てきました。桜橋口というのは、東海道本線を一番先頭の車両に乗って、そこから一番近くの階段から降りたところ、そしてその階段を降りたら左に曲がります。そうすると桜橋口に到着します。で、桜橋口から目の前にここに黄色い看板があるんですけど、その奥にこう阪神電車と書いてあるんですね。ここに行きます。こんな感じで人も多いので気をつけて歩かないといけないですね。ここから地下に入ります。階段を降りて道なりにまっすぐ行くとこんなだだ広いところに着くんですが、じゃあ左手に見ますと、ここにですね、阪神電車の大阪梅田駅があります。甲子園までの運賃ですが、ここですね、270円で行くことができます。でですね、阪神電車にはいくつか種別があるんですが、普通列車、直通特急、急行と、まあ、いろいろあるんですけれども、この真ん中の直通特急に乗ればもう直接甲子園まで2駅で行けちゃいます。ここに出てますが、あ、もう甲子園過ぎちゃいましたね。ちなみに阪神電車の非常に分かりづらいところとして、目の前に阪神のビルがあるんですね。ここに看板があります。阪神電車梅田駅と書いてあるんですが、あのビルに行くと阪神電車に乗りづらくなってしまいます。なのでその手前のですね、この地下通路に入った方が分かりいいでしょう。どこだ、ありましたね、阪神電車。この地下に入らないと阪神電車に乗れないので気をつけましょうね。特急に乗れば甲子園まで早く着きます。ちなみにスイカもパスモも使えますよ。さて、阪神電車に乗って甲子園駅に到着しました。そしてもう駅の目の前ですよ、甲子園は。すぐそこです。ここに甲子園って書いてありますね。ここです。で、球場出口はここではなく1個奥のあのレンガ町の出入り口のところがそうですね。で、駅前にはイオンがあるんですが、何かね、あの食べ物とか調達するのはこのイオンがいいでしょうね。ただ試合前はとても混雑してますので、どこかで買ってきておいた方がいいという場合もあります。改札を出ると阪神一色、阪神タイガースローソンというのがですね、吉野家も阪神柄になってます。まあ、当然ですよね、阪神電車にして甲子園にして駅前が阪神じゃなかったらおかしいですもんね。準決勝ともなると人の数がすごいですね。じゃあチケットを発券していきましょう。当日券は現地でも買えます。値段は前売りと一緒ですね。はい、チケット発券できました。4号門または5号門の2の C 通路よりご入場くださいと。今日は一塁側です。なぜ一塁側にしたかというと、普段一塁側には絶対座らないからです。ビジターだと三塁側ですからね。そもそも甲子園に一塁も三塁もないと思いますが、さっきのチケット売り場がバックネット裏ということになります。で、4号門、5号門、1塁側はもうすぐそこですね。今日は第11試合準決勝、山梨学院対広陵、大阪桐蔭対報徳学園です。4号門、5号門ありました。この階段登っていけばいいわけですね。着席しました。今山梨学院の選手たちが練習中ですね。山梨学院注目はエースの僕は林くんだと思っています。なかなかね、いいピッチングをするんですよね。もう内野のノックも終わるというところです。で、甲子園なんですが、
アルプスって呼ばれる席があるんですが、それ一体どこだよというところなんですが、アルプスはこの辺です。ここからが外野席ですね。で、プロ野球の話をすると外野のビジター応援席なんですが、この上の方、この辺りですね。もうね、遠くてホームランボールなんか絶対飛んでこないようなところにビジター応援席が設置されています。ということで第1戦は6対1で山梨学院が勝ちました。続けて大阪桐蔭対報徳学園の試合を見たいと思います。これね、甲子園のチケットは1枚買うと2試合見れるんですね。4試合あれば4試合見れます。ホルモンカレーしました。750円とイロハス250円、全部合わせて1000円です。もうこれは決まったかなと思ったら分かりませんね。甲子園高校野球は面白い、これだから面白いですね。ということで甲子園球場を後にしたいと思います。ちなみに甲子園球場の近くにはこういったタイムズの周辺駐車場はあるんですが、特定日というのがありまして、これですね、プロ野球開催日はこのように最大料金を設定していないので、どんどん高くなっていきますのでご注意ください。一応あるはあるんですけどね。車で来る方はこの辺に停めるのではなく、阪神電車で2駅先、今津とかあとは西宮あたりに車を停めて電車で来るのがいいと思います。それが一番安上がりなんじゃないですかね。甲子園駅に戻ってきました。切符の売り場が行列になってます。事前に買っておくのがいいでしょう。それか IC カードを使うかね。甲子園駅は試合が終わるとめちゃめちゃ混んでます。今ね、黄色い線の外側に立ってるんですけども、電車が来ないかね、確認しながら気をつけて電車を待ちたいと思います。もうね、ここしか並ぶところはないですね。天ヶ崎で降りました。すごい満員電車でしたよ。もう阪神電車にはこう選抜って書いてあるんですね。見えづらいですけど、これ選抜って書いてあるの、これはこれね、すごい混雑だ。で、ここ天ヶ崎で降りたんですが、天ヶ崎からどこに乗り換えるのかというと、一つお隣に止まっている、今度は難波線に乗りたいと思います。さて、到着しました。この駅はですね、ドーム前ですね。これから大阪ドームに行きます。今日3試合目です。ドーム前という名前、そしてドームはこちらという矢印、そして出口を出ればすぐに京セラドームが見えてきます。とても分かりやすくて素晴らしいですね。本来であればフェリックスバファローズのホームスタジアムでありますが、今は先ほど見てきた通り選抜高校野球開催中なので甲子園が使えません。なので開幕は毎年阪神は京セラドームと決まっているのです。本日3月31日開幕戦です。本日の入場券は全て完売してしまったそうです。外野ビジター応援席は10ゲートから入るそうです。レフト外野入口10ゲートです。このすぐ裏に大正駅があります。これ JR の場合ですね。ビジター外野は上の方ですね。61通路かな。でね、阪神の帽子もらいました。どうしましょうね、これ。試合終了です。朝から晩まで野球三昧の日でしたが、今日は3試合見ることができました。そして横浜 DeNA ベイスターズ、残念ながら負けてしまいました。青柳投手、ナイスピッチング。ベイスターズはちょっとエラーが響きましたね。楠本選手の目に記録に残らないエラーも、非常に残念だったなと思います。ただチャンスは作れたのでね、そこであと1本出るかどうかが、今後変わってくるかなと思いますので、明日以降の試合も期待したいと思います。じゃあ、京セラドーム出ましょうか。もうベイファン残ってないです。ということで京セラドームから出てきました。今回は元太郎氏は甲子園球場への行き方という動画でしたね。
甲子園球場を離れて、そして京セラドームまではしごして計野球を3試合も見ちゃいましたね。いや面白い野球日和でした。ということで今回の動画は以上になります。今日は難波に宿を取っているので、このまま阪神難波線で帰りたいと思います。ご視聴ありがとうございました。